本日早朝より湖西線が強風により運転見合わせとなっております関係で、この列車は敦賀より先、通常湖西線通りますところ湖西線運転見合わせに伴い米原経由東海道本線経由で運転をさせていただきます。敦賀まではおおむね定刻で運転をいたしますが、敦賀から先京都、新大阪、大阪の到着に30分程度の遅れが見込まれます。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。特急サンダーバード32号大阪行きです。お待たせいたしました、発車をいたします。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急サンダーバード32号大阪行きです。車内のご案内いたします。列車は9号車を先頭に、一番後ろが1号車、9両編成で運転しております。一番後ろの車両1号車はグリーン車指定席です。先頭から9号車、8号車と4号車から2号車は普通車指定席です。自由席は中ほど7号車、6号車と5号車です。この列車のお手洗いは8号車、7号車、6号車、4号車、2号車と1号車のデッキにございます。7号車と2号車に設けております洋式お手洗いは女性専用です。ご了承ください。車内にございますお飲み物の自動販売機は使用停止としております。あらかじめご了承ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策といたしまして、空調装置により自動的に空気の入れ替えをしております。車内は抗菌抗ウイルス加工をしております。日頃より感染症対策にご協力くださいましてありがとうございます。ワクチン接種の有無にかかわらず感染拡大の可能性はございます。恐れ入りますが、引き続き駅構内車内ではマスクの着用をお願いいたします。ご都合でマスクの着用ができないお客様につきましては、席エチケットにご協力をお願いいたします。車内でお食事をされます際には周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。お連れ様同士会話をされます際にはマスク着用の上、大声での会話をお控えくださいますよう、快適な車内環境づくりに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。車内は客室内、デッキ、お手洗い、洗面所を含めまして全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話をお持ちのお客様、車内ではマナーモードなど音の出ない設定にしていただきまして、通話はご面倒ですがデッキでお願いいたします。続きまして、この列車の停車駅と到着予定時刻ご案内いたします。次の停車駅は小松です。小松15時35分加賀温泉15時44分阿波羅温泉15時55分福井16時6分鯖江16時16分滝府16時20分敦賀には16時41分の到着を予定しております。本日敦賀より先湖西線が強風により運転見合わせとなっておりますので、運転線路を変更し米原経由東海道線経由で運転をさせていただきます。敦賀を出ますと米原には17時19分、京都18時6分、新大阪18時32分、終点大阪には18時37分頃の到着を予定しております。敦賀まで定刻で運転の予定ですが、敦賀より先運転線路を変更いたします。
終点の大阪までの間30分程度の遅れが見込まれます。お急ぎのところご迷惑をおかけいたします。この列車を担当いたします乗務員は JR 西日本の運転士は金沢列車区麦山、車掌は京都車掌区の片山と私山田が終点大阪までご案内いたします。お待たせいたしました。次の停車駅は小松です。